チャールズ・カーティスは、イギリスの植物学者である。ビーチ紹介によって、マダガスカル島、ボルネオ島、スマトラ島、ジャワ島、モルッカ諸島で新種の植物の探索のために、派遣された。その後、ペナンに住み、ペナン植物園の最初の監督官となった。デボン州のバーン・ステープルに生まれた。地方の園芸賞、ベール・園芸で、庭師の手伝いをし、 学校を出た後の1874年に、ビーチ紹介のチェルシー植物栽培場に雇われたて、新種植物部門で訓練を受けた。1878年に、モーリシャス、マダガスカルに派遣された。1879年に、イギリスに戻るが1年後に、オランダ東インド会社に派遣され、ボルネオ、スマトラ、ジャワ、モルッカを探検し、 マリアンヌノースが発見していたが正確な生息地が知られていなかった食中植物のウツボカズラを探すなどをした。ボルネオの探検では若いニワッシュのデビットバークを伴い、バークも後年プラントハンターとなった。食中植物の発見には成功しなかったが、二人は多くの種類のランナの熱帯植物を収集した。ネペンテスステノフィラ食中植物。 ネペンティス・ステノフィラなどの種をチェルシーに送ったが、自ら発見した新種の記載には熱心ではなかったので、学名は別の登録者が命名したものになった。1884年の半ばに旧ガーデンの推薦で、カーティスは海峡植民地政府の下で新人と庭園の副監督官に任命された。監督官で、 シンガポール植物園の学芸員のナサニエルカントレーのもと働いた3575ヘクタールの保護森林などのペナン地区を担当しペナン島などの植物の保護や栽培者への助言を行った組織変更により新たに再建されたペナン植物園の監督官に任じられ植物園の構成などの責任者になり庭園設計者としての才能を示した 調査旅行を行い、ペナンやビルマなどの土地の植物のコレクションを作り上げた。時にシンガポール植物園の監督官のヘンリー・ニコラス・リドリーと同行した。ゴムの栽培に興味を示し、ペナンで行った実験は極めて有効であった。1890年頃から健康を賠し、病を押しながら、1892年には、 エイリスト・オブ・ザ・モア・インポータント・プランツ・アンド・ツリーズフラワード・イン・ザ・ボタニック・ガーデンズペナン1892を作成し、1894年には、アン・エクステンシブ・カタログ・オブ・フラワー・リング・プランツ・アンドファーンズ・ファウンド・グローイング・ワイルドイン・ザ・アイランド・オブ・ペナンを、王立アジア学会の雑誌に発表したが、1903年に引退した。引退の後は、カーティスの標本は、 シンガポール植物園に移され、カーティスはイギリスに戻り故郷で自宅の庭で植物を栽培して過ごし、バーンステープルの自宅で没した。カーティスの名が学名に懸命された植物には、アキャンシフィピアムカーティスイ、セルペタルムカーティスイ、ガストロチイラスカーティスイ、ルイーシアカーティスイ、メドネラカーティスイ、ネペンテスカーティスイ、パフィオペディルムカーティスイ、ペンタスカーティスイ、 ロドデンドロンマルチカラーバリエーション、カーティスイ、ショレアカーティスイなどがある。ありがとうございます。